い、こんにちは、いつみひなです。今日はですね、じゃーん、こちらエチュードハウスで3000円のコスメ福袋を購入してきたので、これを開封していきたいと思います。はい、ということでね、今年初のコスメ福袋開封になるんですけれども、なんと今回エチュードハウスから出てるということで、私も初めて買うんですけれども、まあ、若干ね、何が入ってるかっていうのは紹介されてたんですけど、私も実際どんなものが入ってるかまだ分かってないので、皆さんと一緒に開封していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それではレッツゴー。じゃあまずね、カバンが可愛いですね。なんか普通にあのこのショップバッグによくある感じの素材で、エチュードハウスライフイズスイートって書いてる。可愛い。こういう袋って結構ね、あのパッキングの時とかに着替え入れるよとかに、ね、よく使えるのですごい嬉しい。ということで開封しちゃいましょう。おお、結構ね、めちゃくちゃ入ってる。すごくない？ほら、こんな感じです。私が見たこともあるものもあればないものもあったり、リップの色が気になったりするから、もう全部開けていっちゃう。じゃあまずはこちら、エチュードハウスのモイストフルCLのトナーとエマルジョン。まあ、だから多分化粧水乳液が入ってました。はい、これはエチュードハウスのスキンケアのトラベル用っていうか、なんかこうちっちゃくコンパクト用のものですね。私これ多分ね、試供品で使ったことがあるんですけれども、結構保湿力も高くて良かった思い出があります。で、これね、結構いただくの私的にはすごいありがたくて、というのも旅行中、私はねスキンケアを持ち歩くときはこういうね、なんかちっちゃいボトルに入った試供品をよく持ち歩くんですよ。だからもうそれ用に絶対使うと思うので、もうこれは今すぐスーツケースに入れちゃいたいなと思ってます。手に出してみるとこんな感じですね。化粧水は結構とろみのある感じで、うん、確かに保湿力も高そうです。で、乳液の方は結構かなり伸びがいいですね。で、あんまりベタつきとかはないんですけど、肌が結構チュルチュルになる感じがあります。あ、良さそう。あとね、匂いもすごくいい匂いです。何の匂い？石鹸の匂いかな。うん、でもすごいいい。じゃあ次はこちら、エチュードハウスラブリークッキーブラッシャーの OR201 番が入ってました。これ私めっちゃ気になってたやつかも。じゃあ開けるとこんな感じで、リボンのついた白いパフと、あとこのね、チークが入ってますが、色味がめっちゃ可愛いオレンジ。なんかオレンジなんですけど、結構ピンクも強いので、まあ若干コーラルピンクとオレンジの間くらいのカラーかなと思いました。で、ね、手に出してみるとこんな感じです。結構粒子細かいのでふわっとついてくれそうですね。まあチークなのでめちゃくちゃ発色いいとかではないんですけど、絶対可愛い。ちょっとね、今もうすでにチークしてるんですけど、上から叩いてみようかな。こんな感じ。あ、可愛い。めっちゃふんわりで、なんか清楚な感じのほっぺたになりそうですね。可愛い。あ、これはいいわ。なんかコーラだけどちょっと桃っぽい感じです。いや、もうこれは絶対に使える。もう3000円袋に2点目からもう大当たりで嬉しいです。そしたら次はこちら、ソフトドリンクティントの BL601 番が入ってました。なんか見た目がすでに可愛い。可愛い。着るとこんな感じのね、形になってました。めっちゃ可愛い。やば。これどうやって開けるんだ。このキャップからかな。これね、キャップこうやって開けるんじゃなくて、ここから開くみたいです。で、開けると、あ、かなりピンクだ。じゃあね、これも手に出してみると、あれ、色がどういうこと、もしかしてペーハーかな。あ、これね、多分ペーハーで、あの時間とともに色が変わってくるタイプのティントですね。久しぶりに使う、ここ。はい、こんな感じですね。まあ正直結構発色はあんまり良くないんですけれども、この薄付きでピンクな感じが可愛いのかな。で、結構ね、これあのティントなんですけど、すごい保湿力が高そうな感じだなと思いました。一応ね、これも塗ってみるんですけど、発色するかな。これさ、ちなみにめちゃくちゃ甘い匂いがします。うん、本当にソーダの香りがするかも。だからソーダティントなのかな。見た目も可愛いしね、匂いもすっごい甘い。はい、じゃあちょっとね、結構 2,3 分待ってみたんですけど、こんな感じで発色しました。結構ね、薄ピンクに発色するので、めちゃくちゃ発色がいいとかではないと思うんですけど、でも色味自体はすごく可愛くて、ナチュラルに仕上がります。で、つけた感じ、本当にやっぱり保湿力が高いです。めっちゃうるうるな唇になれるので、これ結構すっぴん風メイクの時とかにすごい使えるんじゃないかなと思いました。かわいい。次はこちら、エチュードハウスのピクニックエタームースアイズの PK002 番が入ってました。これ絶対かわいい。はい、これは開けるとこんな感じでね、ピンクのベースにゴールドラメがぎっしり入ってます。最強に可愛い。あ、でね、今指で触った感じだと結構なんか思ったよりサラサラしていて、こうゴツゴツした感じではないですね。手出してみるとこんな感じです。あ、思ったよりも結構明るめなので、なんかハイライトっぽく使えるかなと思いました。涙袋に入れるとめっちゃ可哀想。これゴールドラメだけじゃなくて、シルバーとかいろんなカラーが入っているので、
ほら、光を集めてめちゃくちゃキラキラ光ってくれる。かわいい。ということで、このアイシャドウも大当たり。じゃあ次がこちら、エチュードハウスのベターリップトークの BR402 番が入ってました。BR ってことはブラウン、かわいいかも。まあ開けるとこんな感じでね、まあシンプルなベターリップトークの見た目なんですけれども、めっちゃかわいい。はい、こんな感じのカラーのリップが入ってました。ちょっと最強にかわいくない？多分ね、茶色めのも入った赤ですね。かわいい。じゃあ手に出してみます。あれ、ちょっと待って、めちゃくちゃかわいくない？結構出すと意外とオレンジ味も強いです。かわいい。ちょっと朱色感も強いかな、思ったより。いや、これは最強だわ。でね、発色もいいし、私ベタリップトークはもともと好きなので嬉しい。ちょっとこれ塗ってみよう。今リップ落としてみたんですけど、あ、かわいい。やっぱり発色めっちゃいいし、色味がね、本当にイエベ向けのカラーだなと思いました。いい。で、マットなので、この質感もいいですね。すごいこのリップが主張が強いので、つけるだけですごい華やかな顔になると思うし、これはさ、パーティーの時とかにつけるだけでもすごい映えると思います。めっちゃ大当たりすぎ。じゃあ次はエチュードハウスダブルラスティングセラムファンデーションのニュートラルベージュが入ってました。ファンデーションまで入ってんの？これは SPF が 25PA+2 らしいです。いい、可能性もいい。はい、出すとこんな感じですね。結構見た目高級感あるし、私ね、このダブルラスティングは結構何回もいいって聞いたことがあったので、気になってたから入ってんのめっちゃ嬉しい。タトルとこんな感じでポンプ式になってるんですけれども、今ワンプッシュ分乗せてみた感じはこんな感じですね。やべえ、垂れそう。色は結構明るめかな。でもまあ伸ばすと馴染むとは思うんですけれども、割と日本人の肌と馴染みやすいカラーかなとはありますが、でも正直ファンデーションって人によって肌の色って全然変わってくるのでね、そう思うと当たり外れは結構激しいかなとは思いました。で、伸びが結構いいですね。で、キメが細かい感じの質感で、ほんでカバー力めちゃくちゃありそうだ。まあ、ちょっと化粧崩れ具合とかはまだ今わかんないんですけれども、これもまたね、メイク動画とかで使ってみたいなと思います。じゃあ次はエチュードハウスティアアイライナーの PK001 番が入ってました。これ知ってる。はい、これは開けるとこんな感じになってます。これ私がずっと欲しかったやつです。これはあのキラキラの筆のやつですね。こんな感じで筆状になっていて、この涙袋とかにラメにのせるときに使えるやつになります。私こういうのすごい好きで、 3C とかね、なんかいろいろ持ってるんですけれども、エチュードハウスのこれずっと気になってたからさ、でも今までなぜか買わずに行ってたから、え、嬉しい、ね、手に出してみよう。はい、こんな感じです。なんかシルバーとピンクのラメがいっぱい入ってるので、これ涙袋にのせるだけですごいキラキラうるうるになるんじゃないかなと思います。で、これもう見てわかる通り、一筆書きでめっちゃ結構発色してくれるので、これはいいわ。で、筆も細いから書きやすい。で、これさ、今塗ったの伸ばしてみてもね、これアイホールとかに全体に伸ばせるし、パール感すごいし、いいんじゃないかなと思います。いや待って、これ本当に欲しかったからめちゃくちゃ嬉しいです。もうぜひこれ皆さんもね、見てみてほしい。じゃあ次で最後になるんですけど、最後はじゃじゃん、こちらさっき紹介したモイストフル、なんちゃらなんちゃらモイストフル CL の化粧水と乳液のテスターが入ってましたが、まあこれはボトルバージョンでも入ってたので、まあ、説明不要かなと思います。はい、ということで今回のエチュードハウス3000円コスメ福袋開封は以上になります。ちょっとめちゃくちゃ当たりすぎません？3000円でこれだけのものが入ってたんですよ。ということでね、今回これ入ってたものとしては、ファンデーション、アイシャドウライナー、リップ、アイシャドウを化粧水、乳液、あとティントと、あとチークというね、全8点、あとまあテスター2個が入ってました。高価すぎる。3000円でこれってすごくない？まあ単純計算で言ったら1個いくらや？400円弱とかで買えてます。最高すぎん？で、本当に全部これ可愛いカラーでね、私が好きなカラーばっかりだったから絶対に使えると思うし、まあね、使ったことないカラーとかも逆に挑戦できるっていうのが袋のいいところだと思うので、めっちゃ当たり、最高。エチュードハウスはもともとコスメすごい好きでね、よく買ってるのでね、ぜひ皆さんもコスメ福袋見つけたらね、もう絶対買ってみてほしいなと思います。はい、ということで今日の動画もいかがだったでしょうか？エチュードの福袋気になってたって思ってくれた方、チャンネル登録と高評価お願いします。コスメはしばらく買わないと思われた方、チャンネル登録と高評価お願いします。 YouTube の他にも Twitter、Instagram もしておりますので、ぜひフォローお願いいたします。ということで今回も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。バイバーイ。